シャツなんかです。今回はですね、なんとなんと福岡にちょっとね行ってきたんですよ。そう、土日僕はね福岡の方にね飛んで行ってたわけですね。まあなんで飛んで行ったかっていうと、ちょっとある理由がねあったりしたんですよ。でその福岡っていうとやっぱりね明太子とかラーメンとかね、いろいろね、あのもつ鍋とか屋台とかいろんなところがあるじゃないですか。中洲にねあるじゃないですか。まあそのグルメのために行ったわけではなくてですね、私は水木奈々さんのライブ、そう奈々さんのライブにね行くために福岡行ってまいりました。いやーもう最高でしたね。福岡にね、まあ僕飛行機で行ったんですけど、もう飛行機の中もう爆睡してて、もう飛んだ瞬間飛んで、なんか起きたらもう着陸するんでベルト締めてくださいみたいなことね、言われるぐらいね、爆睡してて、で、それで、1日目、まあ僕は金曜日の方で、福岡に行って、何しようかなーって思いながらね、こう、とりあえずじゃあホテルにチェックインしようと思ってチェックインして、で、ホテルに泊まったんですけど、泊まったホテルがね、なんかね、ホテルって基本的になんかいっぱい部屋のね、ドアが並んでて、で、それでユニットバスで部屋と、まあ部屋というか部屋の中の風呂とトイレが一緒になってて、カーテン閉めてとかっていうのが多いじゃないですか。僕が泊まったホテルはね、どっちかっていうと、ワンルームのなんかこう、マンションをホテルにした感じの、ホテルで、結構ね、良かったですね。普通にキッチンもあって、電子レンジも部屋にあってとかね、ホテルによっては電子レンジを専用の何階にありますよっていうところが結構あったりする中でね、もうほとんどなんだろうね、一人暮らししたらこんな感じなんだろうな、みたいな感じのね、1DK みたいな感じのね、ところにね、泊まったんですよ。まあ、そこに泊まって、で、それで、こう、2日目ね、土曜日、僕の、実は誕生日だったんですね。誕生日の日、7月13日なんですけど、その日にですね、僕の、あれですよ、奈々さんのライブがあったと。僕の誕生日の日に奈々さんのライブがあるっていう、もう最高の、こうね、何でしょうかね、重なり具合といいますか、なかなかないですよ。自分の誕生日にライブがあって、そのライブに当たるっていうのがね、今回ユリックスイベントホールっていうね、村方市にあるユリックスイベントホールで、聞いたんですけど、そのユリックスイベントホール自体のキャパシティが、まあ、そんなね、何万人収容の場所ではないので、何千人、2000人、3000人ぐらいなのかな？それで、無事、両日当たるってところがね、もう、そこでもね、ああ、神だなーって思いながら、で、当日僕、土曜日のね、席だったんですけど、5列目、1階の5列目、言ったらアリーナの5列目っていうね、とてつもなくいい席をご用意していただいて、そうなんですよ、チケットでこうね、発送していただいて、それで楽しんだわけですよ、もう最高でしたね。まあ、ただね、当日、雨がちょっと降ってたんで、ちょっとどうしようかなと思って、意外と、博多駅から、その、ユリックスホールに行こうと思ったら、結構な距離があるわけですよ。しかも雨がね、ザーッと降ってたんで、もう、レンタカー借りて、レンタカーで行ってきましたから。で、一緒に行ったのが、アビツンさんと、アビツンさんの先輩と、いう形で3人でね、いつものメンバーで行ってまいりました。はい。その3人でね、大体どこの公演もね、その3人プラス、僕の後輩だったり友達だったりっていうのがね、いたりするような感じでね。そうなんですよ。YouTube の中でね、奈々さん好きはね、この、そうだなぁ、アビツンさんぐらいしか、僕は存じてないかなって感じなんですけどね、他にいらっしゃったらね、あれなんですけど、いやー、このね、3人で土曜日、僕の誕生日ね、行ったわけですよ。もう、素晴らしかったですね。もう、今回のライブはやっぱり夏のね、ライブというわけでね、基本的に、夏のライブっていうとやっぱりこう飛んで跳ねて叫んでって感じのね、忙しいんですよ。もう忙しいライブがねこうバーッと続く中でね、もう本当にいい曲がもう目白押しって感じでね、まあ個人的に今回ね、こう企画で
奈々さんが30歳になってからライブで歌ってない曲をライブ1公演ずつに曲を変えて歌っていくっていうコーナーというか企画がありまして、もうそれがねもう最高にいい、本当にもう激レアな曲が十何年ぶりぐらいの曲がねもうポン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 出てくるわけですよ。いやーそういうねやっぱ激レアな曲っていうのはファンからしてみたらもうね涙を流すぐらいね激レアなわけですよ。それぐらいね待ち望んだ曲たちがまあまあこう来るわけで、ね、僕もねもう涙なしではね聞けませんでしたね本当にね。それでこうライブをこうやっていきながらまあそれでね終わって、でもつなべ屋さんでアビスさんたち祝ってもらって、でそれで意外とねその日ライブ終わってからもつ鍋を食べて、で屋台に行ってラーメン食べてて、すごいコースだったんですよ。まあ意外とね食べれたんですけど、博多のそうですね特徴というかあれはねなんかこう豚骨ベースとかまあいうのがやっぱこうあーってあるじゃないですか。なんだろうね、こっちのラーメンと比べたらやっぱ麺が細いっていうのがねやっぱり博多のね特徴で、やっぱ替え玉必須っていうところが今回良くて、普通はね替え玉 しなくてもいいぐらいのあれなんだけど、そんだけこう食べ歩きしても腹にね細麺だからそこまでたまらなかったんですよ。だから最後のラーメンもね普通に食べれてすんなりね回せたんでね、いや結構良かったですね。もつ鍋も結構ねどっちかっていうとこっちで食べるもつ鍋とあっちで食べたもつ鍋の違いっていうと、意外とねこっちのは結構濃い味、あっちのは結構ね味噌汁ぐらいのねこうスープも飲めちゃうぐらいな感じのね味の違いがあって結構食べやすかったですね。最後にちゃんぽん入れてね食べたらもうこれラーメンじゃみたいな感じでね思いながら食べる感じで、食べつつみたいなねそんな感じでね過ごしたんですよ。で2日目もね過ごさせていただきましても、2日目ねちょっとねライブの中で珍しいことが起きましてですね、ナナさんねいつもねでは行くぜみたいな感じで曲名をね言うんですけど、スーパージェネレーションって言うんですけど、ジェネレーションって言った後トゥートゥートゥーって、そうなんですよ、入選選手がかかってしまうというね、そういうねハプニングがちょっとねめちゃくちゃ珍しいですよ。僕ライブは一応サーカスの前のグレースオーパス2から参加させていただいてるんですけど、初めてナナさんがミスるっていうところをねもう目の当たりにして、でただミスってあーやばいだけではなく、ナナさんそこでねすごいんですよ、ちゃんとスーパージェネレーションのラスト部分を歌ってくれて、それで締めてからの入選センションっていうね、その立ち回りが素晴らしくうまくて感動しましたね、そこでもね。ああ、すごいなーって思って。いやー、まあ、間違えても、ただでは起き上がらないってところが、奈々さんらしくでね、それもまた13の誕生日の次の日の14日もね、なかなか印象に残るライブでしたね。で、その後ね、もうライブ会場から僕、飛行機が9時だったんですよ。で、空港に、8時、車返却してくださいねみたいなこと契約してて、でそれでもうライブ終わったのも7時ですよ。あやばいやばいと、もうこれどうしようと思って、で一応電話して遅れるかもしれませんみたいな、8時半になるかもしれませんみたいなこと言ったら、レンタカーのね会社の人がねまあ一応清掃業務があるのでそこまで遅れなかったら大丈夫ですよみたいなことを言っていただいて、でそれでこうね帰っていったら、まあそんなに渋滞に巻き込まれることもなく帰れて、で給油もして13分ぐらい遅れかなみたいな感じで行ったんですけど、あー大丈夫ですよみたいな感じで接してくれて、いやーいいですね、ニコニコレンタカーはいいですよ。
岡空港のニコニコレンタカーさんはあれはもういいですよ、本当に安いし、ビッツも走ってくれたし、そうビッツ借りてね、あの CVT っていう車を初めて乗りましたよ。あの普通の車ってブーンブーンって変速するんですけど、その変速がねあのない、ブーンってずっと上がり続けるんで、あのびっくりしたというか、なんかすごいね不思議な体験をしました。まあそんな感じのね、あのナナさんのライブを昨日行ってきましたよというね、今回ちょっと雑な踏みでしたけど申し訳ございません。でそしてね、あの皆さんお祝いありがとうございました。無事27歳になりました。今年僕27の年なのでよろしくお願いします。何をよろしくお願いしますかわかんないけども、まあというわけで今回はこんな感じで皆さんお祝いいろいろとありがとうございました。それでは皆さん今後ともどもよろしくお願いします。それでは次回もかかってこーい。来たー、よっしゃー。包帯星見の好きやな。そう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 、なんなんそれ。多分いける、多分激ロジオ。 OK ナイス、よっしゃー、おっしゃ取ったぞー。序盤の武器は何が必要かっていうとね、フォートナイトの場合はあのショットガンを見つけてください。オッケー、来たー、よっしゃー